サンライズマナーはアメリカ合衆国ネバダ州クラーク郡のラスベガス都市圏に位置する国勢調査指定地域である。ラスベガス市のすぐ東でフレンチマン山の西側6に位置している。2010年の国勢調査での人口は189,372人である。サンライズマナーが市になればネバダ州でも第5位の大きさとなる。 急成長するラスベガス都市圏にあるために1990年から2010年までの20年間で人口がほぼ倍増した。ラスベガス大都市圏サンライズマナーは北緯36度10分32秒整形115度3分35秒、北緯36.17556度整形115.05972度、 3 6 1 7 5 5 6 1 1 5 0 5 9 7七に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は38.2平方マイルであり、すべて陸地である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。フレンチマンさん収入と、家計市内には1989年12月16日に落成した末日生徒、 イエス・キリスト教会のラスベガス・ネバダンがある。サンライズ・マナー地域の公立高校生は、エルドラド高校、ラスベガス高校及びサンライズ・マウンテン高校のいずれかに通っている。1973年に開校したエルドラド高校は、この3校の中では最古である。ラスベガス高校は1993年に開校しており、サンライズ・マウンテン高校は2009年に、 開校したばかりである。ありがとうございます。